どうもどうもどうも、オメガってる、オメガレイとオメガリオです。 VR ってさ、リアルみたいですごいよね。すごいよね、わかる。 VR で修行すれば、リアルでも上手くなると思うんだよね。VR で修行、そう師匠。ということで今日は、VR でバッティング練習をしたら、リアルでも打てるようになるのかを検証します。イエーイ、師匠。VR でバッティングの修行したらね、リアルでも打てるようになるのか気になるよね。打てるようになるから気になんねえけど。ちなみにレイとリオちゃんはバッティングセンターに行ったことがございません。初バッティングセンターホームランかけー、ね、ということで、まずは最初の実力を測らないとね。多分プロだと思うけどね、リオは。はい、まず、40球中、何球バットに当てられるかを、リアルなバッティングセンターで測定します。要は40球中40球って嘘、絶対に。すごい。その後、1週間ほど、VR で修行をします。めんどくさい。修行後にまたリアルで測定します。バタバタだね。バットにボールを当てられた回数がどれくらい変化しているかを見ていきます。すごい変化。はい、ではまず、バッティングセンターに最初の測定に行ってみましょう。行ってみよう。はい、バッティングセンター着きました。すごい。では早速やっていきますよ。初めての世界。右投げの右打ちで130キロの球でやっていきます。130キロのさ、やつやるね。頑張って。やるね、もう一回。ラスト、ラスト、ラスト。ホームラン、ホームラン頑張って。取った。こういうときもあるね。疲れた。VR で修行をしていきたいと思います。頑張ってね。あんたもやんだよ。はい、VR の修行ですが、こちらのアプリを用意しました。アプリはこちら。そう、アプリ説明。バッティング練習の VR アプリの構成を説明します。 VR180 という正面を 3D で撮影できるカメラを使ってピッチングマシーンの映像を撮影します。ユニティに取り込み、同じぐらいの速度で球が射出されるようにします。次にバットで打てるようにします。すり抜けてしまうことがよくあったので、バットはリアルのバットよりも少し太めに設定しています。20球1セットで何球当てられたかが表示されるようになっています。
1週間練習してきたね、リオちゃん、うん、筋肉ムキムキマッチョマン、うん、ね、うん、ね、うん、これからバッティングセンターに行って成長を見ていきたいと思います。プロ野球選手に俺はなる、うん、ね、うん、はい、着いた、はい、俺たちの戦いがこれから始まりとろうとしているエンド、ね、ね、終わってる、練習の成果出てるか、さあ、行こうぜ、そう、さあ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 、リオちゃん、本番ちゃんと練習の成果が出るのか、果たして絶対練習、あ、マジ見てた、うん、レイちゃん、レイちゃん、頑張ってね。練習の成果は俺今から見せていけるやる。すごい、13。天の際。あと1球打てば20球も打ててるよ、すごい、あと1球見てよ、21 すごい、でもさ、成長してるのに、おめでとうございます。いやー、なんかさ、上達してたね。ねえ、わかるしてたかも。すごーい。ということでね、検証結果は、VR でバッティング練習したら、リアルでも打てるようになるでしたー。イエーイ、イエーイ、なるよ、みんな。なるよ。ね、うん、うん、うん。VR でさ、修行してたのと比べてどうだった？VR の方がね、難しいと思うな。あー、確かに思ったよ、うん、わかるかも、うん、レイはね、なんかね、恐怖心がなくなった感じがした ね、 なんか最初に来た時は、うん、弾がね、怖かったの。わかる、弾が怖いよね。ね、うん、VR の修行ってさ、技術面よりも精神的な面での成長がすごいのかもしれないね。すごい真面目、この人すごい。でもさ、うん、手は痛かったね。わかる、手がボキボキなっちゃうよね。VR だと痛くないもんね。わかる、筋肉痛。あ、うん、チャンネル登録と Twitter フォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またね、バイバイ、カキューン。